皆さんこんにちは、ヴァンガードチャンネルです。今日もカードを紹介していきましょう。ということで今週から今日のカードでヴァンガード新シリーズのカードの公開が始まりました。記念すべき1枚目はトライアルデッキ仙道愛知収録ナイトスクワイヤアレンです。このカードはリアガードサークル登場時カウンターブラスト1を払うことでヴァンガードのグレード以下のカードを手札から1枚コールして1枚引いて自分のパワーをプラス3000します。コストを払えばリアガードをコールしても手札が減らずパワーも上げられます。パワーが単体で1枚1000になるのでこのカードを前列にコールすれば効果でコールしたカードと合わせて2枚のアタッカーが用意できます。1枚で2つの攻撃ラインが作れてとても便利なカードです。記念すべき1枚目にふさわしいロイヤルパラディン使いならずっと共に戦うカードになると思います。続いてのカードはブースターパック第1弾結成チーム Q4 収録ボーテックスドラゴンです。このカードはヴァンガードサークルにいるとき1ターンに1度カウンターブラスト2を払うことで相手のリアガードを1枚退却させます。このときダメージが5なら自分の手札をすべて捨てて相手のリアガードをすべて退却させます。手札をすべて捨ててしまうので効果を使う前にリアガードをコールしておきましょう。さらに自分のターンに相手のリアガードが退却したときこのユニットパワーをプラス5000する能力も持っています。こちらはヴァンガードでもリアガードでも使える能力です。ここでみんなが気になりそうなルールをご紹介します。ダメージ5で効果を使ったとき手札が0枚でも相手のリアガードを退却できますか？できます。手札が0枚だとお得です。パワープラス5000する効果は重複しますか？します。退却するたびにパワー上がりますし同時に複数枚退却したら退却した枚数分パワーをプラス5000します。パワープラス5000する効果は効果以外で退却しても発動条件を満たしますか？満たします。アタックがヒットして退却した時なども OK です。ただしインターセプトされた場合はガーディアンが退却しているので発動条件を満たしませんのでご注意ください。続いてトライアルデッキ仙道愛知収録沈黙の騎士ギャラティンです。こちらは皆さんおなじみのカードだと思います。効果のないパワー1万のユニットです。その代わり今回からシールドが1万になっています。攻撃にも防御にも期待できるカードなのでライドしてもガードしてもいいと思います。続いてのご紹介は結成チーム Q4 収録ガリューストライケンです。このカードはヴァンガードの時アタックできません。その代わりグレード3にライドされた時カウンターブラスト1を払うと1枚引いてヴァンガードのパワーをプラス5000しクリティカルをプラス1します。原作コミックの回のようにドラゴニックオーバーロードなどのスタンドする能力と組み合わせるとクリティカル2で2回アタックすることができます。今回最後のご紹介結成チーム Q4 収録小さな賢者マロンです。あのマロンがダブルレアになって収録されました。リアガードサークルにいれば1ターンに1度同じ縦列に他のユニットがコールされた時カウンターブラスト1を払うことでワンドローしパワーをプラス3000します。マロンは基本後列にいてアタックされないのでカウンターブラストを払えれば毎ターン手札を減らさずにアタッカーがコールできます。アタッカーとの組み合わせによっては相手のガードに必要な数値が増やせるのでパワープラス3000を無駄にしないようにブーストしましょう。以上今週の今日のカードでした。結構懐かしいカードもいろいろあったと思います。来週からもどんどん紹介していきますのでお楽しみに。グッドボタンや感想お待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。